ナンバーワンチャンネルをご覧の皆さん、柳です。今日はですね、じゃん、こちらですね、君のいない世界、こちらの本を紹介したいと思います。こちらの本はですね、ヒデウィズ・スプレッド・ピーバーのイナさんが書いた本になるんですけども、イナさんっていうのはまあヒデさんのねパートナーというか、お笑い芸人で言えば相方みたいなね、ヒデさんの作る音楽には必ずイナさんが参加してて、イナさんとヒデさんで作ってきたっていうような、それぐらいね二人三脚でやってきたような方なんですけども、ヒデさんと一緒に過ごした2486日間、この期間のことをギュッとこの一冊の本にまとめてます。この本を読むことでですね、ヒデさんのことをよくわかるのももちろんなんですけども、ヒデさんの音楽について、ヒデさんのサウンドについてすごく勉強になります。今後ねミュージシャンを目指す方とかね、音楽でやっていきたいっていう方は、こちらすごい勉強になる本でもあります。やっぱりヒデさんのねサウンドの作り方とかがね、すごい細かく載ってたりしますんで、めちゃめちゃ面白いです。ということで今日はねこちらの本を紹介したいんですけども、まあもちろんね全部話するとすごい時間かかってしまうんで、まあかいつまんで僕がいいなと思ったエピソードだけをお話しさせてもらいます。まずね、イナさんとヒデさんの出会いっていうところなんですけども、まあそもそもイナさんがどういうね仕事をされてるか、いわゆるスタジオミュージシャンっていう方なんですね。スタジオミュージシャンっていうのは、まあバンドのサポートであったり、またソロでねやってある方のサポート、音楽のサポートをする方なんですけども、イナさんはね、もともと X のサポートをしてくれっていうことで、呼び出されてます。1991年に、マニピュレーターをやらないかっていうことでお話が来るんですね。で、マニピュレーターっていうのは、シンセサイザープログラムから二次的に発生した職種であり、その役割を分かりやすく一言で説明するならば、ライブにおいてバンドメンバーがリアルタイムで演奏している音以外の音を出す人です。X の曲で言ったらね、エンドレスレインとかヨシキさんがピアノを弾くじゃないですか。でもその時に裏でドラムが鳴ってたりしますよね。そのドラムをスイッチを押して鳴らす人なんですよ。もうタイミングがずれると音がずれるのですごい重要なんですけども、あとそのヨシキさんはこう耳にイヤホンしてて、まあ他のメンバーもなんですけども、耳にイヤホンをしててクリック音っていうのを聞いてるんですよね。クリック音っていうのは何かって言ったらテンポ、曲のテンポなんです。ピッ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 っていうような、音が鳴ってるんですよ。それを聞くことによってそのリズムに合わせて、曲を演奏する。そしてそのリズムに合わせてドラムであったりね、ストリングスとかね、別の音が鳴ってライブでは演奏してない音も一緒に聞こえるっていうような演出をする、そういうことを担ってるのがこのイナさんだったんですね。もともとはそういう、マニピュレーターとしてバンドが演奏している音以外の音を出すっていうことをやってたんです。91年というのはちょうどジェラシーのアルバムが出た頃ぐらいですかね。そのジェラシーのツアーの時にまあ一緒にねヒデさんとかと回ってたみたいなんですけども、その後ねヒデさんがルナシーの J さんとイノランさんでユニットを組んで曲を作るっていうことで、そこでイナさんに手伝ってほしいっていうことで白羽の矢が立つんです。その時のねエピソードがねめちゃめちゃ良くてね、ヒデさんがねイナさんにね、俺と一緒に音楽やらない?声かけるんですよ。でもイナさんはね、え?いや一緒にもうやってるじゃんって言うんですけど、いや違うんだよ、もし一緒にやるなら俺のことだけを専念してほしいな、イナちゃんの才能を切り売りされたくないんだよ、他のとこに使う力があるなら俺のとこに全部使ってもらいたいんだっていう熱いラブコールですよね。それだけヒデさんがもうイナちゃんの才能に惚れ込んでね、任せると。それがきっかけでイナさんはヒデさんの曲に全てに関わるようになります。で最初にヒデさんが手掛けたのがルナシーの J さんとイノランさんとこの3人でねユニットを組んで曲を作り始めるんですけども、その曲作りがねまた面白いんですよ。っていうのもねやっぱ時代を感じるっていうか、今の時代ならねパパパってこう家でね録音したものをもうメールで送ってしまえば、世界中どこにいようが、ロサンゼルスにいようが日本にいようが秒でね相手に届けれるんですけど、この時はねヒデさんがロサンゼルスにいて、ルナシーの J さんとイノランさんは日本にいるんですよ。だからねこの時はねメールっていうものがまだない時代なんで、録音して撮ったテープ、デモテープを郵送で送るんですよ。もうこれ何日もかかって、もう1週間2週間とかかかるわけですよ。それで日本にいる J さんの元に届け、その J さんがアレンジして今度イノランさんに渡り、イノランさんからまたヒデさんに戻ってくるっていうね、この往復だけでもうすごい何日
もう1ヶ月2ヶ月じゃないと思いますよ。すごい年月がかかって戻ってくるんですよ。これがね、ヒデさんがね戻ってきた時、うわーすごい、こんな曲になったんだっていうぐらい感動するんですけども、このエピソードがねちょっと面白いなって、やっぱ時代を感じるな。他にもねいろんなエピソード出てくるんですけど、やっぱ当時ってまだそこまでこう自宅で録音するようなね機材とかがないので、苦労してこう音楽を作成していく。今のようにねほんまに家で簡単にパソコン1台あればね曲が作れるっていうような時代じゃないんで、すごい苦労しながらもね、ヒデさんね Mac も使い始めるんですよ。あの当時の Mac ってねほんまに操作が難しくて、ね、すぐねエラーが出たりするようなねほんと難しいやつやったんですけど、それを使って音楽を作っていくっていう。で、僕この本の中で一番好きなエピソードが一つありまして、ヒデさんってほんまにね未来から来た人なんかなっていう思うようなエピソードなんですけども、ある人と飲んでた時に、ヒデ君さってこの先どんどん年取っていくわけでしょ、今はいいかもしれないけども、いつまでそうやって化粧してやっていくつもりなのって、こういうことをね言われて、やっぱりねヒデさんすごい怒ってね、不満溜まってたと思うんですけども、冷静にねヒデさんが冷静に返した言葉っていうのが面白くて、あのねそんなの全く問題ないよ、そのうち CG で完璧なビジュアルアーティストを作って、俺はいつの間にかフェードアウトしていって、でもヒデって名前でやっていくの、いつの間にかすり替わってんの、もちろんやってる音楽は俺が作ってるんだけどねって。これってねめちゃめちゃすごいことで、この当時1993年の話なんですよ。1993年って言えば、まあ映画で言えばジュラシックパークとかターミネーター2が公開されたばかりで、 CG って言えば、まあ、そういうハリウッド映画で頑張って作って、まあ、そういう人間じゃなくまた恐竜とかね、そういう動物とかがCG でなんとか再現できてた頃なんですよ。人間をこう動かして喋らしたりとかしてねやるなんて技術は全くない時代で、そんな時代に自分がもう CG をね使って、言えば今の初音ミクとかですよね、初音ミクさんとか VTuber とかでねあるじゃないですか、そういうのをプロデュースするってもう93年の頃に言ってるんですよ。すごくないですか、これ。この時代に誰がそんなことを思いついたかね。今のような初音ミクみたいなものが出てきて CG の人間が動いてそれをプロデュースするなんて発想、いやー、だってそう93年ですよ、もう27年前ね、27年前にもうそんなことを考えてたっていうのがもうすごくないですか。だからねヒデさんってねほんまにすごい先見の目っていうかね、先を見る目があったんだなって思うようなエピソードです。まあ、他にもねいろんな面白いエピソードがあるんですけども、音作りで僕はちょっと面白いなって思ったのが、ヒデさんってヒデさんのねギターの音の作り方ってすごく面白くて、まあ、今は結構普通だったりするんですけど、当時は多分ねやってる人他にいなかったと思います。あのギターあるじゃないですか、ギター音出すときにアンプっていうのがあるんですね、いわゆるスピーカーです。ギターの音を鳴らすスピーカーがあるんですけども、それを2台使うんです。2つ使って2つ同時に音を出すんです。これねやってる人はねその当時は珍しいっていうかね、他にいなかったんじゃないかな。海外ならねあったかもしれないですけど、日本人でそんなことやってる人はいなかったと思います。ギターの音って歪ますと軽くなるんですよ、重さがなくなるんで、すごいバーンと歪んでる音でかっこいい音でも聞こえるんですけど、重くないんで、なんて言うんですかね、こう体に震えるようなね、こうビーってこう服が震えるようなこういうね重低音っていうのがねそがれたりするんですよ。でそれがヒデさんのサウンドの場合ね、歪んでてかっこいいけど重低音もあるっていう両方の良さをね出すことができるのはね、そうやってアンプを2台使って同時に出して、片方はめっちゃ歪まして、片方はそこまでクリーンな、そこまで歪ませない割とクリーンな音でっていうので混ぜることによって、
そういうサウンドを作るっていうね、そういう技術をね使ってるんですよ。他の人が思いつかないような発想っていうのをヒデさんはやってはったんですよ。音楽をちょっとでもかじったことある人ね、バンドとかやったことある人が見るとめちゃめちゃ面白いです。作曲の裏側っていうのが見れたりするんで、もちろんねヒデちゃんのことですけどね、お酒を飲んで破天荒なことして地球とね戦ってね大変なことをするっていうようなエピソードもありますけども、まあ、いろんなエピソードがある中でもやっぱりこの稲さんとヒデさんが関わったっていうことで、どちらかというと音楽中心、サウンド中心のエピソードが多いです。本当にね、ヒデさんと稲さんが曲作る時っていうのは、まあ、稲さんがドラムマシンみたいなもんで、キーボードにですね、ドレミのところにドラムのバスドラとかハイハットとか、そういう音をこう振り分けてて、稲さんがこうドラムを叩いて、ヒデさんがそこの隣でこう適当にギターを弾きながらセッションするような形で曲を作っていくパターンが結構あるみたいなんで、そうやって生まれた曲の数々っていうのはね、どのようにしてその曲が生まれたかっていうのが載ってます。またね、ジャンクストーリーとかインモーションっていう曲は実はサイエンスね、2枚目のアルバムを出した頃にはもう作られてた曲なんですよ。ただその当時ボツになって眠ってて、ヒデさんが亡くなってからリリースされた曲なんですけども、そういったねエピソードとかもね出ますんでね、めちゃめちゃ面白い本になってますんで、まあもしよかったらね、本当にこれまだ持ってない方はぜひ見てください。本当すごいね勉強になりますし、ヒデさんのことを知るにはすごいいい本になってます。そしてヒデさんのサウンド、音楽、ヒデさんの音楽のサウンドを知るのもすごくいい本になってますんで、ぜひねまだ読んだことないっていう方はね、ぜひ買ってくださいっていう形でね、今日の動画はね以上になります。下のコメント欄でね、この本読んだ方もね、あなたの好きなエピソードがあったら書いてみてくださいっていう形で、今日の動画は以上でございます。待ってるだけの昨日にアディオース、バイ。